では行きましょうね。はい。じゃあマリちゃんちょっと立ち上がっていただいて、なんか、まあ、ストーリーテリングと似たような効果なんですけど、私がその解説をしていることで、マリちゃんの脳内でもどんどん今変化が起きてます。で、なのでちょっと今どんなことが起きてるかとか、どんな気持ちかとか、何が分かったかとか、ちょっとシェアしてもらいたいと思います。そうですね、大地さんの解説を聞きながらいろいろ、もうほぼ罪ですねこれとか言って はい、何でしょう。まあ、子供の時の自分をいろいろ思い出してんですよね。で、まあ、やり過ごしちゃってもいいし、こんなこと忘れちゃってもいいのかなと思いながらも、まあ、どっかで、忘れないで、大事にしてあげたいなっていう気持ちもありますね。で、大樹さんが、大樹さんじゃなくて、私の中にその助けられる人がいるっていう、助っ人というか強力なスーパーマンだかなんかがいると聞いて、今私の中で誰なんだろうなってもう探し始めてます。それは大樹さんじゃなくて、私の中にきっといるんだ、私の過去か それは未来か分かんないですけど、っていうのを聞いて、誰かなって今もう私の中で、実は検索が始まってしまいます。あの人よりもっと協力者がいるかもしれないですね。素晴らしいということで、だからそういうのが出てきたら、じゃあ誰なんだろうってやってもいいし、まあ、とりあえずこの人に癒してもらったりとか、この人に関わってもらったりすると、何かそこから、もっとこの自分だったら癒せるって出てくるかもしれないから、何でも体験学習ね、なんかやってみると学べるっていうことです。で、一応私のシナリオとしては、このまま進めていくとしたら、ここを体験してみるか、もしくはその癒せる人になって、ここに来てあげて、で、話聞いてあげるとか、何かしてあげるとかってして、何かの変化を作っていって、もしここが癒されたら、この人から、後ろの人に何か言えないかなっていうのが、今の一応筋書きです。だってね、あの人はもしかしたら、この辺のことを察して、忖度して、わかんないけど、なんかね、行かない方がいいんじゃないかと大人の自分も言ってんのかもしれない。ね。で、だけど、この子がですよ、何かあそこの自分に対して、ね、こうなんだって、もうこうなんだとか、大丈夫だとかって言ってあげることができたら、あの人だって安心するかもしれない。そうすると何かここの勢力図が変わっていく可能性があります。で、こういうなんかその玉突きですよね。ここからここやったらこうなるんじゃないかみたいなことがだんだん計算できるの。そのためにはやっぱりたくさんケースに触れるとか、いろいろ実験してみるとかっていうことがあるとね、いろんなことが起きます。さあ、ではマリちゃん、ちょっとこっちに来てもらっていいですか。はい、で、ここに解決できるマリちゃんが座ってるとしましょう、とかね、サポートできるマリちゃんが座ってるとします。で、そのマリちゃんだったらどこに座るかちょっと置いてあげてください。はい、この人を助けられるとか、ね、この人を癒せるとか、力になれるマリちゃんの椅子を置いてあげてください。そうですね、助けられる人、ね、助けられる人、誰か分かんなくても、そう、その人だとしたら、そうですね、どこにいるのかなってね、面白いね。まあちょっと椅子があれですけど、私のイメージの中では、まあ、この椅子の上にこの椅子があれば、ちょっと抱っこしてる感じですね。OKOKOK、ちょっと今できないで、しっかりそのイメージ持ちますね。で、実はこれが出てきちゃったら、これが誰か分かんないけど、ここに座ったり抱っこしてみたりしたら、癒しが起こっちゃうとか、解決が起こっちゃうんです。だってこの人が、その人はそこに座ってそうするって言うんだもの。だから仮面かぶっててもいいんです、マスクかぶってても。なんて楽ちんなんでしょうね。で、だから、なんか誰かいるかもしれないって、だからこういうことしたんですよ。いるかもしれない。でも誰か分かんない。で、それをタイムライン上探しに行ってもいいけど、その人がいますよと。はい、その人だとしたら、なんか体で探ってみたら、なんかそういう直感が出てきたと。ね。無意識が教えてくれてるんです。誰か分かんなくても、そういうことやる人だよと。はい、じゃあ、ここに入って抱っこしてあげてください。どうぞ。そうね。そう、その人の感じで。どんなマリちゃんか、誰かは分かんないけど。まあ、マリちゃんじゃない可能性もあります。で、それでも別にいいんです。ちょっとなんか抱っこしてあげるか、何かをしてみるっていうことね。で、本来はこっち側体験してからで、まあ、なんかその人に対してこうやるっていうのがオーソドックスな手順です。で、なんだけど、そろそろ日曜日の4時43分という時間で、もう一個皆さんとやりたいことがあるので、ちょっと、巻き気味でマリちゃんにも協力してもらいながらとか言ってプレッシャーをかけつつ、お送りしたいと思いますので、ご覧くださいませ。はい、じゃあちょっとこのね、はい、この子はどんな様子ですか？この子を感じてみて。
この子はですね、なんか、ちょっと硬くなってるとか冷たいとか震えてる、なんでもいいんですよ、とか頑張ってるとか、どんな感じ。この子いつも一人だったらしい。そうか一人でどんな感じだろう。いつも一人でしたね、で、自分から何も言えない子だったし、遊びたいとも言えなかったし、そうか、ちょっとね、じゃあね、言葉を止めて、ね、いい？ね、この人は癒す人ですよとか、つながる人ね、今ちょっと情けないみたいな言葉がポロッと出ましたけど、でそれはまた責める自分です。でそれは絶対に出したくないから、だからここで今バチッと切りましたね。この子にちょっと触れてみて、意識的に触れてみてね、この子に触れてみて、そしてね、この子とつながって、さっき抱きしめてるとかね、抱いてあげてるって言ったけど、ちょっと抱いてあげてるイメージを持ちます。でその中で頑張ってるね、一人でいる、ここにいるこの子をまずはしっかり抱きしめて大切にします。グッと感じます。グッと感じる。で言葉ではなくて、この人が持ってる愛情とか思いで、この子が少しずつ癒されたり、固まってるこの子の何かが解きほぐされたりしていく、そのことをイメージしますよ。もうこうなると催眠療法とかやってる人は催眠と変わらないじゃないかという話になると思う。でだからいろんなものを学ぶと便利。でも雰囲気が分かれば、別に催眠のやり方なんか分かんなくても本気になってそれをやるってことですよ、一緒に、ね、私も直感の世界です。別にこういうセッションやってるわけじゃないから分かんないね。グッと感じるね。で感じながら、何か一言この子のために出てくる言葉があったらかけてあげてほしいな。出てくるまでずっと待ってていい。じゃあこっちに行きましょうね。そうね。よく頑張ったね、よく頑張ったね、よく頑張ったね。ゆっくり心の中で、心のひだに触れるように何度か唱えてみる。よく頑張った、マリちゃん、よく頑張ったね。寂しかったね、寂しかったね、寂しかったね、よく頑張ったね、寂しかったね、寂しかったね。でちょっと感じててね。で私ここからね、その寂しかったねの共感から、でも偉いね、で頑張って、で一人でね耐えたねとかね、ここにいたねっていうところに何とかつなげようとしてますよ。でそうするとこの子の強さにつながるからね。でもこの後ね、大人になってたらこんなこともあるよとかね、ね、必ず報われるよとか、幸せあるんだよとかね、あなたの人生生きられるよとか、もっと生きていいんだよってね、ここで終わりじゃないからねっていうのをとにかく伝えられないかなって、例えば今そういうところ狙ってるわけですね。想像してそういうことをこの人がもし言ってくれて、でやれたらここで変化が起こるわけです。伝えてあげて。はい、あなたもここにいていいんだよ。そう、だって感じください。あなたもここにいていいんだよ。どうして、どうして、あなたもここにいていいの。そう、なんでだってって言ってあげて。あなたもここにいていい子なの。あなたはみんなに可愛がれてる。あなたもここにいていいの。一人じゃないから。一人じゃないから大丈夫。あなたもここにいていいの。
私はあなたのこと気がついてるから大丈夫大丈夫何でもここにいていい子なのあなたもここにいていい子なのいいんだよ、うん、そういいんだよ、いいんだよ、あなたもここにいていいんだよ、そう大丈夫、あなたもここにいていいんだよ、ね、そうあなたもそうここにいていい子なの、そう、そうだよ、で、ゆっくり呼吸して、しっかり呼吸してで、まあ本来これでいいんですけども、少しね、こっちの感情がちょっとね、いいんだよになっちゃってるので、少しここにエネルギー入れたいなと思ってここに来ました。で、いいんだよって、大丈夫だよって愛情とかね、強さでこの子を守ってあげるね。泣いてるマリちゃんよりもね、力強く愛情を持って隠し持って言ってくれるマリちゃんの方がまあいいんじゃないかなという直感でちょっとここにサポートに入ってます。今、そうしっかり感じてってね。でもきっと今ここでね、この子が泣いてるんですね。この子はね、ここに座ってる子が泣いてる。でそれを感じながら一生懸命メッセージ投げてる。いいんだよ、いいんだよってね。ね、大丈夫ってね。もう一回ね、抱きしめてる感触感じてね。抱きしめてる感触感じて、そうね、そうです。うん、何も言わなかったよね。そう、何も言わなかったよね。うん。本当は辛かったよね。本当は誰かに聞いてほしかったよね。ね、本当は誰かに聞いてほしかった。うん。本当は誰かに気づいてほしかったのに。のに、うん。一生懸命頑張って、先生にも気づいてほしかった。ああね、そうだね。先生にも気づいてほしかったよね。ね、ね、本当だ、そうだ。わかる。だから先生に会うようなとこに行きたくないんですよ。ね。うん、先生とどう関わったらいいか分かんないからですね。こういうコミュニケーション上の課題があるから、でそれが傷になってるから、だから学校に行きたくないと思うってことです。で、さっきは強さ入れたいって言ったけど、まあちょっと今ね、この状態でバンバン出てきてるので、もうなんかこう一体になって、でも一生懸命声かけてるところに私が支えてるっていう感じに今なってます、感覚としてはね。はい、ね、先生に気づいてもらいたかったのにね、それもなくて頑張ったら、ね、よく耐えたよね、よく耐えたよねって、強いよって、すごいよ、たった一人でよく耐えたね、誰もあなたのこといじめてないよ、うん、誰もあなたのこといじめてないよってちゃんと教えてあげて、そうだよ、あなたのこといじめてないから、うん、いじめてない、大丈夫だよ、大丈夫、そうです、大丈夫だよ、あなたのこといじめてない、大丈夫、大丈夫、大丈夫、誰もあなたのこといじめてないって、大丈夫だよ、あなたは、うん、あなたはちゃんといていい子なの、ちゃんといていい子、いていい子なの、いていい子だよ、うん、ね、オッケー、じゃあちょっと一回大きく深呼吸する、まーちゃん、あ、でそのままこっち座っちゃいましょう、そのままちょっとこっち座ります、はい、うん、ちょっと膝の上で、ね、でちょっと座ってるね、はい、でね、もうそこで感じてくださいね、はい、抱きしめてもらってますよ、抱きしめてもらって、ちょっと自分で自分のこと抱きしめてみてくださいね、はい、そうグッと抱きしめて、はい、でここにいていい子なのって、誰も気づいてくれなかったけどよく頑張ったねって、強いね、誰もあなたのこといじめてないよ、大丈夫、よく頑張ったねって、強いねねって、大丈夫って、ここにいていい子なんだよって、大切な子なんだよって、いい子なんだよ、ね、私はちゃんと気づいてるから、そう、少しずつ呼吸が今落ち着いてきてるのを感じますよ。で、ああそうかって、いていいんだ。ああそうか、大丈夫だ。ああ頑張ってきたって。ああでもちゃんと見てくれてる人がいたって。いていいって言ってくれる人がいた。ああ感じます。さあ、なんか自然に
出てくる言葉とか、もしくは体の中の状態とか、何でもいいからちょっと教えて。はい。そうですね。ね、ああ、私はやっぱいていいのかな。いていいのかな。そう、いていいんだよって、私は気づいてるよって何回も聞いて。自分の声を何回も聞きます。いていいんだよってね。こんなに一人で頑張ってたらいちゃいけないような気分になっちゃうもんねって。私は気づいてたよって。あなたの椅子だよって。いていいんだよ。頑張ったね。聞いてください。はあ。はあ。そう、何回も自分の声聞きます。いていいんだよ。いていいんだよ。いていいんだよ。そうです。まあ、じゃあそういう感じでね。で、まあ、これまた後のクラスで言いますけれども、あの認知とかね、そのビリーフとか言われるものっていうのは、あの強い感情が動いてる時にね、かけられた言葉とか、自分で自分にかけた言葉でこう作られていきます。でとか思いついちゃった言葉ね。でしかもそれが繰り返されるとそれが定着します。だから今感情を感じてもらいながら、マリちゃんが言った言葉ね、いていいんだって、私は気づいてるよ、ね、でそれを繰り返しながら、そうかもしれない。で、いていいのかなって言った時に、ほら聞いて、いていいんだよって。ね、こんな風に一人で頑張ってたらいちゃいけないのかなって思っちゃうもんねって、違うんだよって、私は気づいてるよって言いながら、何回も何回も、あ、そうだそうだって。ね。ね。うん。ね。うん。そう言ってくれる人に何て言いたいですか？いていいんだよって、気づいてるよって。うん。なんて言ってあげたい？うん。うん。自分の場所作るよって、うん、あ、面白いね。自分の場所作るよ、すごいね。自分の場所作るよ、うん、そっか、うんうん、ちょっとね、ここはあのどんな意図なのかとか何か分かんないですよ、私も。だけど、そっかって、なんかね、自分の場所作るって素晴らしいのね。自分の場所作るよって、うん、人生の主人公の感じがしますよね。自分の場所作るよって、うん、だからそっかって、すごいねって、うん、自分の場所を作る。そうですね。うん、何？うん。なんだろう、あの、うん。うん。やっと助けに来てくれた。ね、やっと助けに来てくれたね。これで何かが本当に変わるね。頑張ったね。やっと助けに来てくれた。待ってた、ね、待ってたね、ずっと待ってた、ね、やっと助けに来てくれた、やっと助けに来てくれた、あ、やっと気がついてくれた、やっと気がついてくれた、ね、そうです ね、 ね、あの、私ずっと待ってたんだよ、ん、私ずっと待ってたんだよってね。でもよかったね、ちゃんと気づいて助けに来てくれる人いたね。そうですね、で、はい、ね、一人じゃないよって、いていこなんだよってちゃんと言ってくれる人だったね。ずーっと頑張ったね、一人でね。すごい、すごいね、はい、ね、本当だよ、ね、はい、じゃあちょっとそれ味わっててくださいね、はい、あのというようなことが、まあ、セルフヒーリングというか自分で自分を癒すと、まあ、こういうことなわけです。で、イメージとしてね、持っておいてください。別にあの皆さんがあのすぐにもこういう仕事で開業するということではないと思いますけれども、あの、まあ、なんかだってこれもね、なんか姪っ子のなんかちょっと気乗りがしないみたいな話からスタートして、まあ、なんか場合によってはこういう展開しちゃうこともあると。で、その時にも別にびっくりせずに、なんか、あ、こんな打ち手もあるんだと思ってたら、少しだけいい状態でいられるね、いい状態、いい関係のいい状態でいられますから。じゃあちょっと隣の人と感想です。はい、どうぞ。うん、OK、 じゃあちょっと立ち上がってみてください、マリちゃん。はい、あ、皆さんじゃないよ、ごめんなさいね、紛らわしくて。はい、ちょっと立ち上がってみてください。さあ、でちょっとね、今変な話ですけど、自分の体の中にね、あの、あの子の居場所をちょっと感じてくださいね。どの辺にいる感じがしますか、あの子。あ、うん、そうですね、うん、あなたもいていい子なんで、まあ、あの子は、うん、まあ、私の中に入って、うんうんうん、あ、本当、うん、うん、そうね、お、はい、なんだろう、さあ、うん、さあ、何かが変わり始めたんだったら変えちゃいましょうか、はい、うん、何が起こってるんだろうか見せてもらえますか、うんうんうん、はい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 、はい、さあ、認知が動き始めましたね、はい、そうですね、まあ、なんかこう言いながら、
か、かな。ああ、本当。そっか、そっか。うん、そっか。ね。なんかこういう。そうですね。うん、ね。こういうのにすごく心が動くんです。あの。ね、これが強さだしね。ね、うん、これがなんかマリちゃんなんです ね、うん、ね、そうだ、ね、うん、そうですね、うん、そうだ、そうですね、あの、うん、同じ制服着てんですよ、うん、うん、可愛い制服着て、うんうん、あの白いセーラー服に赤いリボンつけて、うんうん、で一個もそう、うん、小学校の時の私もそう、うん、同じ制服着て、うん、今ここにいますね、うん、だから可愛い子たちだなと思いますね、ね、ね、うん、変な話だけどさ、ね、この二人は仲良くなれるね。この二人はこの二人でね。ねえ、よかったよかった。そうね。ね、うん、そうですね。うん、ね、うん、そうですね。ね、うん、ここもだからヘヘヘヘヘヘヘがもしかしたらできるとこかもしんないってことですよ。さあ、マリちゃんどうしようか。はい。うん。ああ、そうね。うん、あの。うん、そうですね、うん、分かった、うん、分かった、はい、分かった、 分かった、何でしょう、はい、私は、うん、運動会に行ったら、うん、うん、あの時の自分を癒しに行きますね、うん、あ、うん、うん、同じ校庭で、うん、あの時頑張って走った自分に、うん、もしかしたら姪っ子を見て思うかもしれないし、うん、あのね、うん、いっぱい応援してあげてね、うんうん、そうですね、うん、あの、うん、重ねるけど、うん、でもあの、うん、悪いじゃなくて、うん、そして、うん、私はこの時の自分にも卒業します。ねえ、最後の運動会だね。ね。多分卒業できると思う。ね、卒業できるね、これでね。ということで拍手をお願いいたします。ねえ、台本があるかのような。ね。ということでございました。では隣の方の感想です。